回線突破だ。トラブル、よくやったな。このやめてくださいって。あれがお前の全力か。だが俺たちについてくるにはまだまだかかりそうだな、トラマル。でも俺まだ本気出してませんから、先輩。こいつ。さあ次の試合も勝ちますよ。アジア予選くらいで立ち止まってられませんからね。また会えたな、エンド。え、お前はまさかデザン？その名前はもう捨てた。私の本名は鷺沼治だ。鷺沼って、そうだったの。エンド、私はお前との決着をつけるために再び戻ってきたのだ。覚悟してもらう。久しぶりね、エンド君。なんで人見子監督がここに？あら、このメンバーを見てもまだわからない？私たちは稲妻ジャパンに挑戦します。真の日本代表の座をかけて。
驚いたね。まさかこんなことになっていようとは。本当に遠藤君の周りはいつも大騒ぎだ。見ていた。この勝負どう見る？鷺沼たちも力をつけてきているようだが。どっちが勝とうと関係ねえ。この俺がぶっ潰してやるだけだ。決戦の日は近い。待っている。稲妻ジャパン。